前戦エミリア・ロマーニャ GP では予選で一時トップ3となるタイムをマークした角田博樹 RB。エミリア・ロマーニャ GP の舞台であるイーモラは高速サーキット。低速のモンテカルロ市街地サーキットとマシンの相性が気になるところだが、角田に不安はない。写真、2024年 F1 第8戦モナコグランプリ角田博樹 RB。低速コーナーといっても、 コーナーのアングルやバンプがあるかどうかとかコーナーにバンクがついているかにもよりますがそこまで低速が苦手だという感じではないですだから期待値はイモラよりもむしろ少し高いですただイモラはそんなに期待していなかったのに良かったからその逆もあるので走ってみないとわかりませんモナコではどのコーナーを一番注意しなければならないのか全部です 端の前やプールも気をつけないといけない。いけなつもより慎重に攻めていかないといけないのは確かですがガードレールに当たるか当たらないかぐらいがちょうどいいんですコース幅をいっぱいに取ることが重要ではなくいかにコーナーでスピードを乗せていられるかがポイントそういうドライビングをしていると勝手にガードレールに車が寄っていきますそのモナコで角田が大切にしていることはコースにとどまることだという 走行時間を有意義に利用して、徐々にペースを上げていくこと。ペースが上がらなくても、コース上にとどまって走り続けることがどのグランプリよりも重要になります。その F1 第8戦モナコグランプリの初日、角田は一度もガードレールの餌食になることなく、フリー走行1回目は8番手、2回目は11番手で終えた。その11番手も実はソフトタイヤではなく、 ミディアムタイヤを履いて出したタイムだった。雨が降る予報だったので、ソフトは FP1 で使用し、午後はミディアムとハードを使用する予定でした。結局、雨は降らなかったんですが、ミディアムも悪くないタイヤなので、FP2 は問題なく走ることができました。ミディアムとソフトのコンパウンドの差を考えると、今日のタイムは決して悪くないのかなと思います。角田と同様、 フリー走行2回目にソフトタイヤを履かなかったのは、チームメートのダニエル・リカルドとオスカー・ピアストリ、マクラーレン、そしてキック・ザウバーの2台だ。抜きどころがないモナコでは、予選がいつも以上に重要になる。今年はどのグランプリでも Q3 に進出することを目標に掲げている角田だが、モナコグランプリでは Q3 進出は目標ではなく、ポイントを獲得するために必要最低条件となる。 それは角田自身が誰よりもわかっている。